運命の出会い彼女の名前はエミリー。彼の名前はジェイク。彼らはどちらも大都市に住む普通の若者で、出会う前には互いの存在を知らなかった。しかし、運命は彼らを引き寄せていた。一日の晩、エミリーは友達と一緒にダウンタウンのカフェで過ごしていました。彼女はカフェの窓から外を眺めながら、コーヒーカップを手に落ち着いていました。 窓ガラスに映る街の明かりは夜の静けさに美しく輝いていました。彼女の心には何かが足りないような気がしていました。ジェイクはその晩、友達の誕生日パーティーに招待されていました。彼はワインボトルを手に持ち、音楽と笑い声に包まれたアパートの中で人々と楽しんでいました。しかし、彼も何かが足りないように感じていました。 カフェで静かに過ごすエミリーと、賑やかなパーティーで笑い合うジェイク。二人は同じ年で同じ夜を過ごしていましたが、互いの存在を知ることはありませんでした。やがて、エミリーは友達とカフェを出て、歩道に出ました。彼女は星空を仰ぎながら歩き、夜風を感じました。一方、ジェイクは友達と別れ、歩いて帰ろうと決めました。彼も星空を見上げ、 何かを探しているようでした。そして、運命の瞬間が訪れました。エミリーが歩道を歩いていると、彼女の足元で何かが転がってきました。彼女は足を止め、その物体を拾い上げました。それは古びた手紙でした。手紙には、愛すべき見知らぬ人へ、と書かれていました。エミリーは手紙を開封し、中身を読み始めました。 手紙は誰かが書いたもので、その人は自分の人生についての深い思索を綴っていました。エミリーは手紙を読みながら、その言葉が自分の心に響くことを感じました。一方、ジェイクも家に向かう途中で同じような手紙を見つけました。彼も手紙を読み始め、その言葉が自分の心に響いたことを感じました。手紙の筆者は、 未知の人へ向けて自分の心の内を語りかけるように書いており、その言葉が2人の心に強く訴えかけました。エミリーとジェイクは、その手紙が自分たちにあてられたような気がしました。次の日、エミリーとジェイクはそれぞれ手紙のことを友達に話しました。友達たちは彼らが運命的に出会ったことを信じ、手紙の筆者として互いに会いたいという思いを共有しました。 手紙の中には、出会いの場所として同じカフェの名前と日付が記されていました。それから数日後、エミリーとジェイクは同じカフェで待ち合わせました。二人は初対面のようでしたが、それでも何か特別なつながりを感じました。話すうちに、彼らは互いの趣味や夢、恋愛に対する考えを共有しました。彼らの会話は深く、心の奥底に触れるものでした。 そして、手紙の筆者が実際には彼ら自身であることに気づきました。手紙は、彼ら自身が自分たちの内なる声に気づくきっかけとなったのです。エミリーとジェイクは、運命的な出会いを通じて自分たちの人生に新たな方向を見つけました。彼らは互いの愛と支えを通じて成長し、未来に向かって手を繋いで歩んでいくことを決意しました。 手紙が彼らの運命を変えた瞬間でした。